今週のラインナップです。トピックスでは築地場外市場春祭り半値市と月島地域児童館祭りの様子を、フロム広報誌のコーナーでは地域防災フェアについて、みんなで楽しもうでは生き生き桜川のロコトレをご紹介します。皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんにちは、中央区です。キャスターの渡名喜織江です。さて、現在区では第46回区政世論調査を実施しています。無作為に抽出した2000人の区民の方を対象に調査票を郵送しましたので、ご記入の上5月23日月曜日までにご回答ください。皆さんのご協力をお願いします。それではまず今週のトピックスをお伝えします。5月7日土曜日、築地場外市場春祭り半値市が開催されました。一押しの品物1点を文字通り半額で販売するこのイベントには217の店舗が参加。 NPO 法人築地食のまちづくり協議会の主催で毎年この時期の恒例行事となっています。好天に恵まれたこの日の半値市は午前10時からスタート。通りはたくさんの人でにぎわいを見せていました。天然のだし昆布は1404円が700円に、また250円の鮭の切り身が120円にと、各店舗自慢の一品がお得な価格で並び、来場した多くの皆さんが買い求めていました。中には軒先でぶつ切りの大トロが乗った丼を半額で販売するところもあり、購入した方はお得な絶品のマグロに舌鼓を打っていました。めっちゃ美味しいです。いや、めっちゃ得やね。得な気分ですね。小さいのがいくら1500円でよかったね。半値市限定品は多くの店舗で早々に売り切れとなりましたが、訪れた皆さんはいつも以上に活気に満ちた築地場外市場を満喫していました。5月8日日曜日、月島第一児童公園を会場に月島地域児童館祭りが開催されました。この月島地域をはじめ区内の各地域で5月中に行われる児童館祭りは、5月5日の子どもの日から1週間の期間で定められている児童福祉週間にちなんだ催しです。それぞれの児童館祭りにはテーマがあり、月島地域はワイワイ子どもデー、それいけ月リンピック、児童館の職員や地域の方々によりオリンピックにちなんださまざまな遊びが催され、多くの子どもたちが参加しました。こちらはラグビーにちなんだキッキングスナイパー。子どもたちは楕円形のボールに最初は戸惑っていましたが、何度か蹴るうちにコツをつかみ的をどんどん倒していました。こちらはレスリングを題材とした紙相撲。子どもたちはキャラクターを選んだら思い思いに色をつけ、リングの上での対戦を楽しみました。その他、サーフィンをテーマにしたバランス感覚を試すゲームや、スポーツ、オリンピックに関するクイズやパズルなどもあり、親子で、また友達と青空の下、楽しいひとときを過ごしていました。箱の上でやるお相撲のが面白かった。屋外でいろんな体験ができて、季節もちょうどよくて毎年楽しみに来てるんで、すごくいいと思います。ここまで区内の話題を2つお伝えしました。フロム広報誌のコーナーです。このコーナーでは中央区の広報誌
区のお知らせ中央の記事の中からピックアップしてお伝えします。今回は5月11日号の一面に掲載された地域防災フェアについてです。5月から7月にかけて区立小中学校などの区内全防災拠点で地域防災フェアを順次開催します。会場では家庭での初期消火活動などに使用する住宅用消火器を1本2000円で販売します。また平成23年度の地域防災フェアで販売した消火器が間もなく使用期限を迎えますので、不要な消火器と合わせて無料で回収します。このほか震災時のトイレ対策に有効な簡易トイレ、家具類転倒防止器具などを半額補助した価格で販売します。5月中旬に区から郵送する申し込み書に必要事項を記載し、直接会場にてお求めください。なお支払いは現金のみとなります。各地域の近日中の開催日についてです。5月29日日曜日は銀座中学校、実施スクエア、豊見小学校で開催。6月5日日曜日は名勝小学校、時葉小学校、月島第三小学校で実施します。開催時間はご覧の通りです。開催日については選挙の投票日によって日時が変更となる場合がありますのでご注意ください。ご紹介した以外の開催日程や販売する品目など詳細については申し込み書と一緒に郵送するこちらのご案内チラシでご確認ください。区内でスポーツや体操などをしている皆さんを紹介するみんなで楽しもう。今回は生き生き桜川、桜川敬老館で行われているロコトレをご紹介します。区内在住の60歳以上の方が利用することができる3つの生き生き館では、心身の健康に関する体操、スポーツなどの講座が行われています。この日は生き生き桜川でロコトレの講座の日。はじめにロコトレとはどのような運動なのか指導をしている山崎さんに伺いました。ロコモーティブシンドロームという言葉があるんですけれども、その運動器がこう弱ってくる、お年を重ねて弱ってくることによって寝たきりになったりとか、まあ、介護になる原因になっているというのは今世の中ですごく言われています。で、整形外科の先生がそういうのを予防するためにぜひやった方がいいよというトレーニングを3つ紹介していて、でそれを取り入れた運動がこのここでやっているロコトレになります。毎週水曜日の午後1時半から行われているロコトレには毎回およそ20人が参加。本格的な運動の前にまずは準備体操です。番号体操というこの運動は頭の体操も兼ねた山崎さんオリジナルのもの。体のパーツに番号を当てはめて指示通りに動くという運動で、足と肩甲骨を鍛えます。1、2、3、4、1、2、変えません。難易度が次第に上がりますが、皆さん楽しみながらついていきます。準備体操が終わり、本格的なロコトレに移ります。ゆっくり足を上げて鍛える運動ですが、その前に皆さんカードを引いているようです。はい、何でしょう。なんか難しいんだな。五越同州、どういう意味ですか。もうね、もうね、仲良し。あ、なるほど。カードに書かれていたのは四字熟語。全員で覚えて発声しながら運動をします。1、5、2、3、4、ウェーズ、同州、5、
見た目以上に大変ということですが、皆さんで一緒に声を出すと楽しくでき、脳のトレーニングにもなるという山崎さんの工夫です。続いて椅子を使ったスクワットで筋力を鍛えます。回数も多く、どんどん足に効いてくるものの、皆さん笑顔で取り組みました。次は片足立ちで1分30秒保ち、バランスを養うという運動です。一人でもできる運動ですが、手をつないで連帯感が生まれることで、少し辛くても頑張ろうというやる気につながります。3つのロコトレの後は音楽に合わせて3分間踊るフリフリグッパー体操。太ももの筋肉強化による転倒予防のほか、手をグーパー交互に動かすことで脳を活性化する効果もあるようです。リズムに乗って軽やかに踊る皆さんは満面の笑顔でした。目いっぱい動いた後はクールダウン。使った筋肉をゆっくり伸ばし、1時間のプログラムを終えました。ここ行ってからもう転んだこともないし、階段もとっとっとっと上がれるし、もう影響大です。皆さんは明るいし、もう元気もらえるし、もうすごく気さくな人ばっかしやから、気持ちよくやれてます。ほとんど休まないで参加させて、で先生が大変もう上手にご指導くださるので幸せです。体力に合わせてさまざまな方が運動を楽しめる生き生き館の教室。最後に生き生き桜川の剣持館長にメッセージをいただきました。生き生き桜川ではロコトレの他にもたくさんの運動の講座があります。生き生きと、元気な健康な生活を送っていただけるよう、様々なメニューを用意しておりますので、ぜひ見学にいらしていただいて、ご参加をご検討ください。よろしくお願いいたします。生き生き桜川の利用対象は区内在住の60歳以上の方で、利用には生き生き館の利用登録が必要です。詳しくはお問い合わせください。みんなでロコトレ。ロコトレで頭と体の運動を行った皆さんはとても生き生きとしていましたね。興味のある方は参加してみてはいかがでしょうか。以上、みんなで楽しもうのコーナーでした。中央区からのお知らせです。6月11日土曜日午後5時から日本橋公会堂ホールで第18回古典芸能鑑賞会を開催します。今回のテーマは一物売り。講話のほか舞踊、紙切りといったさまざまな古典芸能をご鑑賞いただけます。鑑賞を希望される方は往復はがきで5月23日月曜日までにお申し込みください。詳しくは中央区文化国際交流振興協会にお問い合わせください。さて、お伝えしてまいりました、こんにちは中央区です。今回はここまでです。次回の番組の更新は5月22日日曜日です。それではまたお会いしましょう。